ぽん。ネタが思いつかないよ。こいつ勢いでその場を乗り切ろうとしやがる。何言うてんねん。ネタなんてそこら当たりに転がってるもんや。じゃあ先生も転がる。転がってねえでネタを拾え。今はネットいう素晴らしい技術があるんや。適当にここ眺めてれば何かしらおもろい話題やなんやら見つかるもんや。ほれ、ちゃんとネタのリサーチしてみ。むむ。なんだかんだ、ちゃんとリサーチしてるみたいやな。よかったよかった。このゲートに行くと何してんだこら。ちゃんと探せや。むむたく。今度こそちゃんと探してるみたいやな。なんか森のせすらぎのような音が聞こえるんやな。気にしないでください。作業用 BGM です。ああ、確かに、そういう環境音とか流すと、集中力が増すっていう説もあるもんな。ちゃんとネタ探しに集中してるってことやな。えらいえらい。待て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 。なんやねん。ラクダの鳴き声。ほんまになんやねん。あ、これでネタ作れそうです。ほんまか？いえ。ショートコント、ラクダの鳴き声。出落ちなすぎるわ。やっぱり、ラクダの鳴き声っていうタイトルでラクダのモノマネは安直でしたか。もうちょっと揺らめく感じの方が面白いですかね。揺らめく？どういうことや。じゃあ行きます。ショートコント、ラクダの鳴き声。具合が。怖い。じゃあ、具合が。だけやこゆれとは問題じゃねえんだよ。おとなしバージョン。ただただ恐ろしい物体だよそれは。面白いですかね。視覚からの情報で胃がもたれるからやめろ。先生のラクダはもう披露してしまったので、次回はショートコント、ラクダの鳴き声、明かりバージョンで行きましょう。絶対嫌や。ピンポン。あかりちゃんだと思った。残念、ゆかり先生でした。なんと前回予告した通りのタイトルで動画を投稿するという前代未聞の事件が発生しました。それが普通なんだよ。今回はラクダをテーマに語っていこうかと思いますが、すげえ語りにくいテーマなんですが、先生がいるじゃないですか。はい、私はラクダを骨の髄までしゃぶり尽くしたラクダ博士。しゃぶんな、怖えから。じゃあ先生から話題提供してくれると思ってええんやな。お任せある。不安や。では手始めにウィキペディアを。おいこら、何ウィキペディアに頼ろうとしてんねん。じゃあ行きます。こいつゴリ押しで乗り切る気か。読みます。エロ漫画トウ。待て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 、何読んでんだよ。エロ漫画トウですけど、なんでそんな笑顔なの。ラクダはどこ行ったんやー。ここにいますけど、ここにいても困るんだよ。そういう話じゃねえ。じゃあそろそろタイトル回収しなきゃいけないので、あかりちゃんどうぞ。ラクダの鳴き声、あかりちゃんバージョンをどうぞ。絶対嫌や。芸人ならば。芸人ではねえよ。いつものあかりちゃんならばネタを振られてやらないという選択肢はないはず。悔しいな正論や。それにあかりちゃん可愛いから変なことしてもいけるいける。絶対コメントであかりちゃんキャワイスギーって言われること間違いなしです。せやるか。イエス。自信持って。そうか、なんか自信出てきたわ。やったるで。その息ですよ。あかりちゃんダメや。照れるやろ。では準備はいいですか。お、バッチコンや。行きますよ。せーの。具合は。ピンポン。眠い。おいおい、大丈夫かいな。起きろ。羊が1匹、羊が2匹。何積極的に寝ようとしてんの。起きろ。羊が1匹、羊が2匹。なんかとんでもねえもん数え始めた。おい、ミーすんな。起きろや。なんやねん。先生。あら、あなたは、あかりさん。どないしたんや急にしおらしくなってもうて。私はあの子とは違う人格。その名も、はんなりお嬢様人格。実は、眠気がひどい時、稀に人格がチェンジしちゃう時があるんです。てか、あいつ分身できて、人格複数持ちとか設定もられすぎやろ。ゆかりさんはあれですよね。今お嬢様人格言うモードなんですよね。頭にきちんとはんなりってつけてね。はんなりお嬢様人格モードなんですよね。よろしくび。なんやこいつ、普段の人格はどういうモードなんですか。あの子はメイン人格。エネルギーが溢れてるので、基本的にはあの子が表に立つことになってるの。それは災難でしたね。メイン人格、そのモード名は IQ に。ほんとあいつやべえな。あかりさんのことはあの子の中からよく見ていたのよ。そうなんですか。あなたを見てよく思ってた。父でけえなって。急にセクハラしてくんじゃねえよ。びっくりするわ。まずい。あの子が IQ2 が起きるわ。やだ。やめてー。お前のメイン人格は悪霊かなんかな。おはようございます。おはよう。頭は大丈夫か。バッチリ戦隊マッチョマン。ダメそうやな。唐突なんやけど、うちのことどう思う。どうってそりゃ、父でけえなって。お前ほんまに寝てたんやろな。